ちゃいい感じなんですけど、アウトサイド朝ごはん食べに来たらめっちゃいい感じなんですけど、エディションって感じじゃない、この草読み方は分かんないけど、このお店です。ロビーのところの階にあります。でもさ、値段的に言うとダブルってそんなに変わんないというか、むしろちょっとアボカドトーストとかは安い気がするんで、いい感じじゃない。しかもこっちは35ドルパーデイついてるんで、何しようかな。でもね、見ててね、このアサイーボールがすごい美味しそうだなと思ったから、アサイーボール頼みたいんだよね。毎日来よう、いい感じ。しかも35ドルだったら大体超えないでいけるぜっていうものが多い気がするよ。おはようございます。デイ 5? もう5日、早いんだけども、半分ぐらいになるね。ということで、エディションに移っての初めての朝はこんな感じです。めっちゃ良くない？映え映えなんですけど、オーツミルクにしたカフェラテをいただきます。ちょっとでもうるさいかな、ちょっとうるさいけどめっちゃいい感じ。中も広くて、このお外のエリアもあったんだけど、なんか外の方が気持ちいいかなと思って外にしてみました。熱々クストラホット、じゃじゃーん、アサイボールです。なんか大きいベリーが乗ってて、なんかいっぱいいっぱい売りかかってる。ちょっと私あんまりアサイボールのこと知らないからさ、あんまりアサイーボールのことがわからないんで、何が散ってんのかわかんないけど、なんかチアシードが入ってるっていうのなんか書いてあった気がする。いただきます。いただきます。うん、うんうん、わー、おいしい、おいしい、蜂蜜かかってる。最近は日本のアサイーボールもウーバーすると結構高いよね。2000円ぐらいしない？ベリーもたっぷりだし、いい感じ。美味しい、これ。エディソンいいね。35ドル朝ごはんついてきて、で50ドルスーパー毎日ついてきて、ボンボイすごくない？普通に取ったらだってなんか損してる気持ちになっちゃう。この謎の大きいベリーが美味しい。なんだろうこれ。今もうメニューが手元にないからわかんないけど、朝の8時半なんだけど空いてるね。今日は何時に終わるかな、病院が終わった時間によって何するか考えようかなと思ってて、目薬は昨日変えたからお散歩。ココナッツヨーグルトって書いてた気がするんだけど、ココナッツヨーグルトってもはや何？ココナッツヨーグルトにアサイのパウダーを入れてるとかそういうことなのかな。ちょっとアサイ初心者すぎてよくわからん。昨日メルローズ行ったんだけど、メルローズ割と近くて、まあ別に服とか欲しいとかないんだけど、暇だったら歩いたりカフェとか行ってみてもいいかなと思って。ここだったら毎日朝食べに来た方がいいね。こんな感じで今回の宿泊の特典なんだけど、他にね、イブニングシグネチャーエディションパンチルームカクテル、コクテル、なんかそのエディションのシグネチャーのカクテル、まあお酒入ってないモクテルも夕方の5時から7時の間ロビーバーで2名まで多分くれるみたいな。へえ、5時から7時の間にちょっと行ってみて飲んでみたいね。2 tickets to LACMA、 なんかこれがロサンゼルスカントリーミュージアムオブアートっていう、だからミュージアムだね、のチケットが2枚もらえるのかな。時間あったらね、ミュージアムとか行くのもいいじゃんね。ということで、まあ何時に終わるか次第なんですけど、結構特典がいっぱいついてますね。まあここでかなりのポイント使ってるんでちゃんと特典も受けていきましょう。画面がでかい。マリブだよ。
高いお店がいっぱいあるエリアで、7年前も来て Vlog に載ってる気がする。昔もここを巡った気がする。私この左の建物とか入った気がするもんな。これとかは新しそうだけど。これからランチで謎のご飯屋さんに向かいます。店員がすごい暇そう。いい感じ。キューバ料理、トルティーヤチップスと、これはサルサになるんだ。なんかサルサってもっとなんか具があるイメージあるけど、これはきっと違うやつです。ということでランチです。いただきます。辛おいしい。この何気ない味が美味しいです。チップスは美味しいね。確かに。セビーチェです。アメリカ人はみんなセビーチェが好きだそうだよセビーチェです。昨日行ったイタリアンにもメニューであったんだよ。 Thank you。 ありがとうございます。フルーツと混ぜてんだね。ここはフルーツ。結構いろいろなパターンがあるんだ。いろいろあります。セビーチェ、こっち来てから初セビーチェ。いただきます。ほかどおいしい。さっぱり。この味、この味。セビーチェってどこ料理ですか？メキシコ。メキシコか。うん、美味しい。暑いからこのレモンのさっぱり感が美味しい。すっきりする。これでお腹いっぱいになっちゃうから気をつけなきゃいけないの。わかる。私もいつもやっちゃうの。ご飯食べた時思わずパンが美味しくてお腹いっぱいになるやつ美味しそう。タコス大好き。懐かしい。この黒豆って本当メキシカンって感じ。美味しい。はーい、いただきます。パクチーも大好きだから嬉しい。ご飯美味しい。結構美味しいです。なんかピラフみたいな感じなんですけど、トマトご飯なんです。トマトご飯なんだ。おいしい。ステーキもっと硬いかなと思ったけど全然おいしい。これかけてもおいしい。確かに。今日の夜から尿検査もしてほしいということでこんなんもらいました。夜朝で、明日は行かないので夜朝4つもらってきて、開けるとこんな感じで、こんなのが入ってます。5から7ドロップしてねって言われた。特に髪とかは入ってないから、なんか口頭の説明だったんで。オビュレーションテストデバイス。オビュレーションの単語の意味は調べないと分かんないんだけど、尿検査キットって感じなのかな。おはようございます。髪の毛のゴムを外したらほぼ落ち武者。落ち武者です。どうも。もうやっぱ時差が発動して寝ちゃうね、マジで。はい、ということで今足すごい形になってこういう風にかがんでますけども、今10時ちょい前になりまして、10時といえば何ですか？そう、注射タイムということで、そう、みんなに今日の結果をね、お伝えするの忘れた。今日行ってきて、エコーで見て、まあなんか、だんだん大きくなってきてるけど、まだ出揃ってないぜって感じだったんで、単位数は変わらず打ってって言われたけど、なんか今日は、なんかわかんないけど、この、1ミリシーンジかな、これ。あ、単位数になってんだ。
へえ、専用なのかな。ミリじゃなくてこう75、150とか書いてあって、ここ225なんで、単位数が書いてあるシリンジ初めてだ、ミリじゃなくてっていうやつのゴナールエフと、あとはおなじみ、毎度おなじみこのメノピュアを、日本ではあんま使ってなさそうなこのメノピュアをしろって言われた。これは単位数変わらず225のメノピュア75で良いとのことでした。なんかいつの日からかさ、最初はそれこれさ Q カップみたいなのがあってさ、ミキシングしてたのにさ、もうその存在なきものにされてて支給されなかったんだけど、普通にゴム製のシリンジですって。でこれ多分18ゲージついてるから、このピンクで刺したら痛いから針変えて刺してねって言われてさ、いや違うの違うの、もうこれ毎日同じの打ってるから、もうその説明は大丈夫なのよと思いながら、はーいって言っといた。慣れたものね。もうだって今日で6回目 ?7 回目、もう忘れちまったわ。こんなんで刺したらもうチーラーラーよ。よし、今日も元気に30ゲージに差し替えて打っていこう。あ、そう、ちなみにそう、尿検査の結果をちなみにさ、結局あれは何だったんだって話だけど、2本線が出てると排卵しそうになってるから、なんか使うのって言われてんだけど、その場合はなんかこの薬で排卵を止めるらしいぜ。でも使うのって言われてるから、一体どういう形状のものが中に入ってるのか分かんないけど、まあ大体 こんな感じだか、なんだかペンだか分かんないけど、そんなものが入ってんじゃないのかな、分かんないんだけど触るなって言われてんだけど、多分それのおしっこの検査を夜朝メールグループにメールするんだけど、それで使うよ使わなくていいよっていうのを教えてくれるんだけどね。あのもしそうだった場合は自分ですぐに打てってことだと思うんだけど、特になんか何も聞いてないんだよ。あー、アメリカしてる、めちゃくちゃアメリカしてる。指導みたいなものはなんかマジないね。そういう場合は YouTube 見て頑張れってことだと思う。っていうかさ、待って待って、おはり箱をさ、おはり箱をペットボトルに作っててさ、それ持ってったんだけど回収されちゃって、針捨てるもんなくなったんだけど、待って、OK、でかいけど、まあなんかしっかりするのか、これに入れよう、これに入れて持っていこうね、危ないから針は。じゃあこちらを刺していこうと思います。ちょっとやっぱり最高、グリーンクリーン、よく落ちるし乳化が早い。明日は何しようかな、てかこのホテル屋上がプールっぽいんで、そこにね行きたかったんだけど、なんか時差でやっぱその帰ってきて眠くなっちゃって寝ちゃうんだよね、2時3時あたり。ほんとよく落ちる。メイクだけはちゃんと落としてる。そうじゃないとさすがに肌荒れそうだよね。なんかアネッサガチガチに使ってるから、アネッサ使って崩れにくい下地使って、ファンデーション割と薄めに塗ってんだけど、あっちで、スックの洗顔大好きなんだけど、夜は酵素系でいきたいので、これで美白をキープしていこうぜ。編集しよう。ついつい寝ちゃうのよね、一人だし。出かけようという意思がないとさ、なんか友達とかいたらさすがに出かけようってなんかあれだけど、一人だと結構ダラダラしちゃうんだよ。でもお腹いっぱいになるとしかも眠くなっちゃうからさ、雪しかんでお腹いっぱいになっちゃって、帰ってきてすごい幸せな気持ちで寝てた。夢も見た気がする。でももう覚えてないけど夢も見た気がするの。あー、すっきり。今洗いたてだから世界で一番顔が綺麗な状態だから、クリアな素肌、SK2、 そんな感じ。ほら減ってきた、予言通り、バッキングの予言通りだいぶ減ってきて、帰る時ぐらいにはさすがになんかなくなりそうじゃないでしょ。てかさ、すごいね、昨日ルラボの隣地区のシャンプーコンディショナーボディソープ使ったのね、ボディミルクも。コンディショナーめっちゃいい。シャンプーはちょっと頭皮キシル系、キシキシ系ね、あのスッキリ系、洗浄力入ればって感じで、でコンディショナーがすごいしっとり系、
しかも香りが全然取れないのって感じで、解き放った時すごい匂いして最高なんですけど。私エディション、私エディションって感じ。何が？そんぐらいでも香るのすごい。これあったらめっちゃ欲しいんだけど。エディションの香り、東京のエディションと同じ匂いだから。エディション全域この匂いなんだね。でもね、ボディーソープはなんか機材の問題なのか、同じ香りのはずなのにあんまりなんかいい香りしなくて、シャンプー、コンディショナーがすごい、あとボディミルクがいい匂い。しかもこのボディミルクめちゃくちゃテクスチャーがね、緩めで伸びが良くて、うわーって濡れる。こんな感じだから欲しい。何が一番欲しいかというとボディミルクだけど、コンディショナーも結構良かったよ。もうやっぱりなんか日本の水に比べると若干なんかっていう感じするね。ドライヤーいつもいいの使ってるからかもしれないけど、そんな感じがする。さあ編集していこう。明日何するかはちょっと本当に考えないといけない。ちなみにみんなにトレーダージョーズの話したっけ？トレーダージョーズのトートバッグすごい有名だと思うんだけど、あれマジ全然もう入ってこないんだって、あのキャンパス時の有名な。で超奇跡的になんか1個だけね、とあるトレーダージョーズにあったんだけど、次に入ってくるの2025年って店員言ってて、それは本当かなと思ったんだけど、そんぐらい入ってこないらしい。でこれの形のミニキャンバスとかはもう出てアメリカ全店舗で2日で売り切れたんだって。超人気で、 eBay とか見てみたらって言われて eBay 見てみたら、ヤフオクみたいなサイトなんだけど、イベントで4色セットで一番高値で6万2千円ぐらいで出てて、バグかって思ったよね。ペソかな、6万1900いくらペソかな。あと持ってきてもらった歯ブラシがあまりにも日本人大好きな感じの、先端がすごい細くて繊細なやつで、私は本当に嬉しい。これ大事に使うね。これ毛が開いてお掃除にも使うぐらい使うね。持って帰ってしばらくこの、しかもこれ多分竹なんじゃん、竹だよね。すごい質のいい歯ブラシ。世界ホテル歯ブラシランキング堂々の上位よ。そんなにいろんなとこ行ってないけど、たまにあんのこういうすっごい気持ちいいやつ。私なんかさ、割と柔らかめから普通ぐらいの硬さが好きなんだけど、このポケットしっかり洗いたいじゃん。硬いとさ嫌なのね。しかも先端が細いのの方がしっかり入って気持ちいいじゃん。これエディション最高って言い歯ぐらいなんだ。私が捨てないでちゃんと持って帰るよ。今日なんてさ、ベリーたっぷりなさヨーグルト食べてさ、その後さメキシカンだよ。野菜と果物って、私鳥になっちゃうのかな、このまま行くと。果物と野菜、もう鳥になっちゃうのかなって感じ。あ、いやそんなことないわ。今日のタコスステーキだったね。全然鳥になんなかったわ。もうね、さすがに今回旅が長いからさ、この DJI で回してんだけど、データ空にして出てきたんだけど、もうね3、4時間分撮ってんね。ちょっと編集していこうと思うんだけど、もう気がめいってるちょっとさすがに素材が多くて気がめいってるから、今日はランコムのお高いパックをしようと思うよ。高いパックをすることによってごまかしていくスタイルね。高いパックしたりとかさ、なんか可愛いお洋服着てたりするとさ、なんか自分はプリンセスって感じの気分になってなんか頑張れちゃうなみたいなね、ことになるかもしれないから、やっていこう。久しぶりに使う、これ好きなんだよね。結構トゥルントゥルンと落ちてきちゃうんだけど、はぁー、ランコムの香り。デイ5は終了でございます。明日はちょっとプールエリアとかも行って、このホテルの施設をもうちょっと見てみようね。
で朝ごはんは違うものを食べたいなと思います、はい、というわけで皆さん良い一日過ごせましたでしょうか。おやすみなさい。デイシックスです。はい、今日もここからだけどホットの大津ラテから始まります。今日なんか音楽めっちゃすごいな。うん、美味しい。今日も朝から尿検査をして、それをメールして、そういえば返信来てなかったな。そのままでいいよとか、なんかどうしてね、なんかもし数値があれだったら打ってねとか来るはずなんで、ちょっとメールを見るんだけど特にメール来てない来てないんだけど、まあ大丈夫ってことなのかな。今ちなみに10時半です。遅れてるか不安になってきた。今日は8時53分にメールしてるけど特に返信は来てない。まあ大丈夫ということだろう。これはここいいんだけどちょっとうるさいんだよね。でもいい感じでしょ。やっぱさ、特にこっちの人だけどさ、テラスとかが好きだからさ、中で食べてる人ほとんどいなくて、ほとんどみんなこのアウトサイドエリアに集まってます。意外と一人で食べてる人もいる。なんかお仕事で来てるのかもね。なんかそんな感じだよ。パソコン持ってたりとか、イヤホンで誰かと通話というかしながらなんかやってたりとか、まあ、あとはなんかファミリーでご飯食べてる人もいるし、日本人はいない。日本人ほんと合わないんだけど、全然やっぱいないですね。昨日は運動不足だったから今日はどこに行こうかな。まあなんか車で一回どっか行ってなんか歩いてみるとかでもいいかなと思うんだよね。で明日はまたクリニックで、土日が休みだから2日間何しようって感じだよね。早いような、いや早いかあっという間の6日目ですね。英語全然できないからさ、大丈夫かなって毎回行く前不安になるんだけど、だいたいニュアンスで行けるから、このニュークラウン中学英語で行けてるから意外といけるもんだよね。そんな感じです。この携帯のケース持ってたら何それって言われたかわいいよ。すごいな、ギターポーチドエッグが半熟のやつが2個乗ってて、なんか初日に食べたのとボリューム感がすごい違う。なんかゴージャスだね。いただきます。めっちゃパクチーが効いてます。なんかさりげなくさパクチーが来るから、この料理にもパクチーがってなることあるよ。私は大好きなので最高なんですけど、美味しいです。結構ボリュームありそう。これを食べたら戻って出かけましょう。一旦お部屋に戻ってきましたよ。部屋がやっぱ落ち着くよ。でさっき Google マップ見てたんだけど、前に私行ったことあると思うんだけど、ザ・グローブってショッピングモールでも行ってみようかなと思って。というのもまあ車で16分ぐらいなんでそんな遠くないし、まあ行ってちょっとなんか見て茶でも飲んで帰ってきて編集すればちょうどいいんじゃないって思ったんだよね。でそこでなんかスーパーとかあんのかな、わかんない、飲み物とか仕入れられたら仕入れてって感じでいいかな。夕飯はまだ何するか考えてないです。なんか雰囲気で決めようかなって思ってます。で昨日ね、私やらかしちゃって、アメリカってさ、お掃除の人に一度よさ、あの枕というかベッドの上に置いとくじゃん。それをね昨日忘れちゃって本当ごめんなさいって感じで、お財布の中を見たら一番ちっちゃいのが10ドルしかなかったの。やばー、ない小銭ってなって、見て、人生ゲームみたいにすごいお金持ちみたいになったけど、全部1ドル、1ドルをゲットしました。ちなみになんか私全然両替してきてなくてさ、もうマジ何年前なのっていう、ほんと7年前とかなのかなに、多分アメリカに行くときにいくら分なんだろう、3万、4万、わかんない、そのぐらい、5万とか買えたのかな。
日本円をドルに変えたやつが全然残ってて、あとね160ドルぐらいあるの現金で。全然さ、カード使ってばっかだから、ほんとチップぐらいだよね。チップを使うって感じなので、全然今回現金持ってきてないんですけど、なんか成り立ってます。人生ゲームっぽい。これでしのげる。ホテルチェックインするときに荷物運んでもらうときに大体3ドルくらい渡すって聞いたんで、お部屋に運んでくれた人に3ドルで、毎日ベッドに1ドルってなってると、やっぱちっちゃい小銭というか1ドル札すごい必要なので、細いのがねないと。空港で帰るとさ、スモールビューズって言わないとさ、なんか結構10ドルとか20ドルでやってくるから、まあ小銭めっちゃ重要だよねっていうことですね。はい、そしたらじゃあ行きましょうか。じゃあグローブ来ましたよ。早速ルラボで買い物した。ここ可愛くない？すごいいい感じ。なんかここでチャーしてるだけでも楽しいかも。暑すぎて日傘です。すごい水飛んできます。はい、ちょっと行ってみようかな。暑すぎる。日差しがもう尋常じゃないんだけど。てかね、めっちゃね、犬めっちゃ肉球平気？犬めっちゃいんの。犬がとんでもなくいる。すごいかわいい。暑いんじゃないの？まあでも湿度がない分、体感的には涼しいけど、地面は普通に暑そうな予感はしてる。もう建物の中も結構普通に犬とか歩いてますね。フォープロテクションとか書いてある。いろんなお店が広いね。ここはどういう立ち位置なんだろう。なんか御殿場みたいな。今ジュライフォースの前だから、ちょっとなんかセールやってたりするみたいだけど、そんなどうなんだろうねって感じです。しゃれてます。特別見たいものがあるわけじゃないんだけど、あ、なんかルルレモンとか、あ、セフォラとか、なんか入ってみるか、せっかくだしね。そう、バイレードね、アパレルとかもあんだよね。行ってみようかな。アメリカ感溢れるでしょこの街並み。おなじみセフォラね。はい、行きましょう。これがいい匂いした。ちょっとでかすぎだよ、大きすぎる。なんかファーマーズマーケットって書いてあるけど、あっちはさらに続いていくのかな。どうなんだか分かんない。地図欲しいわ。ザラでちょっとお買い物しました。なんか来た。ここまでなんだ。どっちに行けばいいんだろう。こっち行ったら戻っちゃうけど、もっとまっすぐあっち行ってみるか。はい、ということで今お水休憩挟んでたんですけど、暑いですね。いや、涼しいんだよ。なんか湿度がなくて涼しいんだけど、でも別に普通に暑い。地面すごいあちあちだし、日差しすごい強いから、なんか意外と日傘をさしてれば汗すごいかくってことはないかなって感じ。ね、今ここどこって感じ。というか、ネットが今使えなくて、私ソフトバンクでアメリカ放題でさ使えてたんだけど、なんか SOS っていうなんか違う回線のエリアっぽいよね、ここ。だからなんか使えないっぽいの。多分入り口の方行けばここの Wi-Fi につなげて Uber 呼べるんじゃないかなと思うから、元の方向に戻っていこうかなと思うんだけど、だからさ地図がさ見当たんないしさ、ネットでいろいろ調べてさ、なんか、あ、何があるからここ見ていこうとかしたいんだけども、なんかそういう感じじゃないのね今。なのでちょっと戻ろうかな。暑いしね。こんな謎のファーマーズマーケットの端っこの一番日陰の一個椅子があって座ってんの。いやマジここどこなんて感じなんだけど、ここ駐車場ね。ちょっと誰か私と探してよ。ここにいるよって、ここにいるんだよって。セフォーラと
ノードストロームとザラでちまっと買って、おこぴーにお土産買いました。すごい可愛い。この購入品はまとめて取るね。はい、というわけでなんか、やっぱ日差し浴びると疲れるよね。帰ろうか。はい、整いました。推し活グッズ、推し活トレーナーに。鼻まさ。ルームウェアに着替えて、もう整っちゃいました。まだ4時です久々の LA の過ごし方がさ、もう陰キャすぎてやばいんですけどっていうことなんですけど、今日はちゃんと編集しようと思った。ちゃんとお仕事もしていかないといけないから私、ということで編集に行きます。部屋最高。寒い。いつの間にか勝手に冷房入ってるシステムやめてほしいんだけど。そしていつの間にかみんな信じられないと思うけどさ、9時もう半過ぎてんの。信じられないよね。私が一番信じられないんだけど、なんかいろいろと変化があったので準備しながらシェアしていこうと思うんだけど、おしっこの検査しながら。なんかさ、ゴナールエフを増やした時にね、一回なんかめちゃくちゃ頭痛と思ったんだけど、私それさ、単純になんか私いつも水分をあんまり摂取しないから、なんか水分が不足するとなんか頭痛くなったりする時あるの、日本とか特に夏よくなるんだけど、それかなと思ったんだけど、ここ数日ね、なんか胃の調子悪いなってすごい思ってたんね。いや、お腹減るんだよ普通に。お腹が減らないとかじゃなくて、空腹時は別に大丈夫なんだけど、ご飯食べたのになんか胃の消化がすごい遅い、悪いって感じのなんか雰囲気が自分の中であって、なんだろうなって思ってたわけで、ふとさ、なんか薬の副作用を調べたらさ、なんか割とこっちのメノピュアの方とかね、あるっぽいね。あともう今日明確に分かったんだけど、てか自分でもそうだなって思ってたんだけど、マジで妊娠中を思い出すほどに異常に眠いんだけど、時差なのかどうかっていうところは正直わかんないけど、なんかすごい体調の変化があるね。とにかく眠い。あとなんか胃の消化が悪いというか、胃のムカつきみたいのが時折ある。なんか妊娠中って感じ。懐かしい。私妊娠に気づいたのに4ヶ月ぐらいだったけど、いつの間にかね、つわりの時期過ぎてたんだけどね。確かにつわりのシーズンはあったなって思うの。というのもさ、なんかすごい同じ感じ。なんか今さ、ホルモンがいろいろなんかなってんだなって感じ。そうそう、私こういう出方するわ。あまりに眠くてずっと寝てるからさ、なんかご飯全然食べてなくて、朝のアボカドトーストもさ、量が多くて全部食べきれなくて残したのにさ、夕方の6時ぐらいになってやっとね、なんかやっと消化したかなみたいな雰囲気だけ。多分消化はしてんだけど、胃がなんとなくムカついてんだろうね。痩せんですけどなんかこういう治療系をしてるとちょっとなんか太るみたいな、なんか食欲が増したりとかって言うけど、真逆で痩せんですけど、なんか絶対痩せた気するもん。もともと結構最近食べてさ、やばい超えたわって思ってたからさ、いいんだけどさ、なんか割と普段の活動量より2倍ぐらい歩いてんと、眠すぎて胃のムカつきでご飯食べれないで痩せてんだけどおもろ、こんな風になんだ。ほんとこの眠気やばい。もう結果が出るわね。よし、これを写真撮って送ろう。チームが待ってるわって言ってたけども、同じ時間にやりたいよ。下目線大丈夫？オッケーオッケー、メールしよう。オッケー。しかももう夢見ないぐらい超深い眠りだからね。線が絶妙よね。まあ、多分これは上の線だけってことだと思うんだけど、よくわかんないね。
下の線もうっすらと言われればそうなの。めちゃくちゃめちゃいつか。ちょっとお腹空いた感じは正直あるけど、もうここからはめんどくさい。なんか強いて言うなら、なんかマジうどん、はいはい、わかりました、すいません。うどんとか、なんか優しい感じのクラムチャウダーとか濃いんじゃなくて、優しい感じのスープとか、そういう的なサムシングだったらいいなって思ったけど、インルームダイニング見てみようかな、ノースラって。みんなも気になるよね。ビューティーフォーカース225単位。こちらの1ミリリットルをやっていきたいと思います。もうさ、お腹開いちゃうんじゃないのって思うんだけど、全然開かない。マジでね、つまみにくくなったんよ。いや、立ってるからか。いや、立ってるからや。おいおい、立ってるからや。メキシコのさ、カンクンに行ってさ、あの Vlog もう一回見たいな。あの時にさ、食べてたさ、オールインクルーシブの宿で食べてたさ、あの謎のライムの味がしてさ、トルティーヤ入ってて、チーズも、あれみたいな、スープみたいなやつ飲みたい。よーし、今日の日課も終わったぞ。お疲れ様、私。まあ、まだまだ注射生活は続くんだけど。大変で、私なんかとりあえずこのワンクールみたいなのやってるじゃない。人事類だとこれを何回も繰り返してるっていう人もいるんだから、本当にさ。本当に大変。この夜必ず同じ時間に、朝必ず同じ時間に、狂わずに。これはかなりストレスだよね。明日の朝おしっこ取るのを忘れなければ、すべてのスケジュールをクリアいたしました。ダンオールダン !QR があったんで、読んでみてる。オールデンメニュー。チキンヌードルスープ。アボカドトースト食べたって。ウィング好きだな。バーガー。いらん。メッキンチーズ。うわぁ、ないね、マジスープって存在が。食べたいもんないな。結構、ハードじゃない。じゃあいいやって感じだな。待って、なんか、ブルーの箱の注射してって言われたんだけど。マジ？さっきの線やっぱりダメだった？え？マジで？ちょっと。プリーズスターザアンタゴニストトゥナイト。ハバワンダフルナイト。いや、ハバワンダフルナイトってテンションでもなさそう。普通みんなこれ打つもんなの？ん？ん？ってことはこれからまたもう一個増えるってこと？信じられないけど、そういうことみたい。ああ、まあ説明不要だ。シリンジです。まあそこだと思ったんだけど。はい、わかりました。排卵を止める薬だそうな。何このちょっとさ、蓋がちょっと特殊なんだけど。普通に開くのって、いや、やめよ。あ、うん。怖い。説明してみよう。How to use. そんなもの書いてなくない？蓋どうやって開くのこれ。あ、意外と。ちょっと待って。針が急に出てきた。怖い。優しくゆっくり引き抜いて、みんな気をつけて、危ない、怖い。はい、来ました。ダーンダーン。なんかシュルシュルシュルって意外と普通に開ければよかった。ちなみにクリニックはね、残った薬とかを全部持ってきてっていう、やっぱいろいろ間違えちゃいけないからね、余ったものを持ってきてねって言われる。シリンジで入ってるんだね。はい、 OK、 終わりました。
やっと。もういい。ご飯のテンションじゃない。今日の夜はバタバタでしたね。排卵を止めるんだぜっていう薬を多分打ちましたよ。はーい。おやすみ。てか寝すぎ。寝すぎマジで。おいしそう。店内もめちゃくちゃアジアンな音楽。はい、ということで今日は残念なお知らせです。僕のこともあるよね。こんなのいいじゃん。食べる鍋なんかって思われないよ、そんな